今回のテーマは子供でもプロテインを飲んで大丈夫なのか、プロテインの裏話を大暴露です。イース先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。こちらはメルマガ登録者で10歳のお子さんを持つ45歳男性の方からのご質問です。私はトレーニングジムに通い筋トレをしています。トレーニングの後にプロテインを飲んでいると僕も飲みたいと息子がせがんできますが、プロテインを飲ませても大丈夫なのでしょうか。もし飲ませるとしてどのようなプロテインを飲めばいいのでしょうか。アドバイスをお願いします。先生、回答をお願いいたします。はい、この場合ですね、まずプロテインなんですけども、あくまでも薬や薬品と違ってサプリメントなので、飲ませて全然問題ありません。あ、全然平気なんですね。大丈夫ですね。ただやっぱ選ぶところですごく迷われると思うんですよ。あ、種類ですか。例えば量販店なんかに行くとキッズ用とか女性用のプロテインもあるんですよね。あ、最近よく見ますね。そうですね。ただ何をもってキッズ用女性用としてるかなんですよ。あれって何なんですか。どういう分け方というか。そうですね。っていうのが、例えばキッズ用になるとカルシウムの割合が多いとか、あ、なるほど、なおかつ飲みやすいように砂糖が入っていたりとか、まあ、甘味料が多く入っていたりとか、で女性用であればやっぱりビタミン系が多く入っていたり、はい、あとは例えばそうですね、燃焼系のカルニチンとかそういうところが入っているケースがあるんですけども、はい、大体のものがですね、役に立ってないんですよね。そうなんですよ。でいうのは、はい、まずキッズ用で、じゃあ砂糖とか甘味料がいっぱい入ってて、それ筋肉を作ることに必要なのかと。確かにジュースのようなものですよね。そうですね。で女性用で、じゃあ例えばビタミンとか多くても、確かにビタミンってタンパク質を吸収するときに必要なんですけれども、はい、プロテインに入ってるぐらいのビタミンなんていうのは大した効果ないんですよ。ですか。だからプロテインとビタミンを別々に取った方が全然いいんですよね。なるほど。まあ、今回はお子さんのケースなので、どういったプロテインがいいかっていうと、やっぱりある程度質のいいもの、あとは乳糖に弱いお子さんも結構いらっしゃるので、乳糖の少ない WPI という製法のものを選んだ方がいいんじゃないかなと思います。乳糖の少ない WPI。WPI ですね。WPC だと乳糖が取りきれないので、WPI のプロテインおすすめです。そこをじゃあちょっと判断して購入していただいて。そうですね。飲んでいただくのがベストと。特にお子さんにとってタンパク質っていうのは筋肉を作る他にも背を伸ばす要素もありますので、はい、ぜひですね、分量は体重に合わせた分だけ取っていただいて、がっちりと飲んでいただければ問題ないかと思います。でしたら今回のこの、45歳男性の方もちょっと安心して、むしろ子供と一緒にこうプロテイン飲んで、そうですね、日々を頑張るという、はい、ぜひコミュニケーションを取ってください。まずはじゃあそのプロテインのまず選び方、そこにちょっと重点を置いて、そうですね、あとは分量をしっかり定めて飲んでいただくと、はい、この2点をしっかりと掴んでいただければ問題ございません。大丈夫そうですね。はい、わかりました。イース先生、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。このチャンネルではダイエット情報や、ロジカルで効果的な筋トレ法、美容に役立つ栄養やマッサージ情報なども続々と公開していきたいと思います。なかなかですね、一般の方が知ることができない、暴露情報なんかも公開していきたいと思いますので、気になる方はですね、ぜひこちらのチャンネル登録ボタンを設置しました。こちらになります。真ん中にドーンとありますね。こちらで、すぐチャンネル登録をお願いいたします。またその他の情報ですね、動画では配信できない情報なんかは、メルマガにご登録いただいたあなたにはしっかりとお届けしたいと思います。メルマガ登録は下の概要欄に準備しております。こちらですね。今後もより良い情報を公開していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。